はい、カバー知恵袋カッパ園長ですよ。さて、両国の若い世代に託すしかないんじゃないか。なんか海外の人がね、こんなこと言い出してるんですけど、これ両国ってどことどこなんでしょうか。これ日本と某国なんですよね。互いに印象悪いが急増しているじゃないかと。まあ、ある世論調査結果、これ別のチャンネルの方で一回見たことあると思うんですけど、あれがなんか世界中の人にもね、目にも留まった。一応そういうことになってるらしいんですけど、多分某国の人じゃないのかな、コメントしてるのはね。ちょっと見ていきましょうか。記事の部分はどうですかね。多分ご存知だと思いますけど、一応念のためさらっと。日本の印象良くない7割以上、昨年から急増、日本と某国の調査、世論調査結果に世論調査結果ということで、日本と某国ともにお互いの、ね、印象が良くないのは、歴史問題に、要因ということで、日本の NPO 法人、言論 NPO と某国のシンクタンク東アジア研究院が両国でそれぞれで実施した世論調査の結果から、そんな国民感情が浮かび上がった。まあ、元強制労働云々問題などの影響が大きいと見られると。母国の日本に対する印象は良くないが7割を超え、昨年と比べて急増したと。調査は2013年から毎年実施されて、今年は9月上旬から10月初めにかけて両国で約1000人ずつ回答を得ている。15日発表の調査結果によると、日本では某国の印象を良いと答えたのが 25.9%、 良くないが 46.3% で、昨年と大きな変化はなかった。一方、某国では、良いが 12.3% にとどまり、良くないが 71.6% で、昨年の 49.9% から大幅に増えている。日本では某国が歴史問題で批判し続けるからが 55.7% と、批判半数を占める一方、某国では 61.3% が日本が歴史について正しく反省してないと回答。歴史認識の違いが顕著になっている。これソースどこだろうな。あ、朝日新聞からでした。なるほどね、うん、まあそれらしい書き方ですよね。さあ、じゃあこれを見たね、海外の人、ちょっとね、国籍が分かんないのが残念だな。でも読んでけばなんとなく分かると思いますけど、まず、国民に対して幼い頃から嘘の反日教育をした結果がこれだ。もうこれ日本国民が書いてるのかな。いくら日本の指導者たちが過去数十年間にわたって謝罪と賠償したところで意味がない。日本ボイコットが盛り上がっている当時の某国の人へのインタビューで、これは日本人ではなく日本政府に向けたものだって答えてる人がいた時には笑ったね。だってさ、日本の商品やサービスボイコットするイコール日本国民にダメージを与えるってことなんだからさ、それが分かっていないのかと笑。とはいえ、日本製品ボイコットや反日感情がどれだけ強くても、国民の日本に対する感情は徐々に良くなってきているのもまた事実。その傾向は、日本にいる某国人よりもはるかに顕著だよ、だそうで。なるほど。で、次の人は、おっしゃる通りで、これって両国政府の調査なの？あ、そう、まあいいや、信じるわ、笑。まあ個人的には日本のこと嫌ってる某国人は知りませんっていうことかな。知り合いにそういう人がいないっていうことが言いたいのかな。で、次の人が、日本ボイコット盛り上がってる当時に対して、あの頃日本人の友人から某国に好意的なコメントしないでって LINE で叱られたわ。でもその人、利用したアプリが某国企業のだってことを知ってたんだろうか、わら。これはなんか得意のなんか自作自演集がプンプンしますね。で、次の人が、両国で1000人ずつ回答を得た。これに対して、たった1000人じゃ社会の意見反映してるとは言えないんじゃないの？で、次の人、母国は寝ても覚めても被害妄想、そして常に日本に対してお金をせびるんだね。次の人、母国政府による国民への反日感情の植え付けはものすごいものがあるね。母国の若い世代は日本イコール悪と教えられてるんだ。一方で彼らは戦時中に母国が日本と共闘していた、共に戦うの共闘ね、そういう事実や日本と母国併合に賛同する国民がいたことを一切教えられていないんだ。某国兵士もまた、要は女性の人権云々で取り上げられるあの人たちを利用していたことも知らない。某国政府は、この半島で起きた戦争の時にも、米兵に対する、この女性、この今騒いでる人たちの女性、が存在していた件についてはどう思っているのか、雷大犯について反省はしているのか、自分たちの偽善に気づいてはいないのか。
彼らは日米某国同盟すら勝手に乱してるし、そろそろみんなそんな仲間から外れて中国に保護してもらう立場を選ぶべきじゃないのかな。中国の顔色を伺って高校の自由に関する軍事演習にも参加してないだろう。しかし憲法上何もできずにいる日本に対しては強気なんだね。今後も日本を挑発し続けるだろう。本当に信頼できない卑怯者だよ。某国国民たちは世界からこんな風に見られていることを知ってるのだろうか。で次の人、日本と某国の関係に対して、今までは中立的な立場を取っていたよ。だって自分は日本人でも、某国人でもないからね。ただ家族が日本人なんだ。某国人がここまで日本のことを嫌ってることを知った今、某国に対しての自分の好感度もかなり下がってしまったけど。で、次の人は、某国にはレーシストが多いのかなとか。で次の人、まあ全然驚かない結果。むしろ良くないが 95% 以上ぐらいだと思っていたぞ。洗脳された大衆なんだもん。若い世代は特に日本への憎悪で頭がいっぱいだ。自分たちの国家が発展できたのは一体誰のおかげなのか、それを知らないのかな。このまま中国に迎合してさ、永遠に下僕になっていればいいんだよ。日本はどんどん成長し続けて、世界への影響力も大きくなる一方だろうけどね。むしろそれがベストな関係なのかもしれないね。日本国民かな書いてんの。次、早急に何か手を打たないといけない。それって簡単なことだろうに。年内に日本、中国、某国が団結、人類のために経済的な中核を形成してほしい。そのために必要なのは一人の賢い日本人なのだが。ああ、なるほどね。どこの人がなんとなくわかりますけど。で次の人は、某国は中国に目を向けてしまったことがそもそも間違い。自分たちがボコボコにされた時に学べなかったのかな。それが日本との差なんだよ。日本は中国や某国だけでなく、世界に目を向けた。そして成功している。で次の人、某国の若い世代を、テレビとか通じてみると、政府の反日感情とは大きくかけ離れているような気がするけどね。いつか事態が好転してくれることを望んでいるよ。いつまでも過去の問題ぐじぐじ引っ張ってるなんてまるで生産的じゃないし、それに日本と某国のいざこざは2国間だけじゃなく世界にも影響してしまう。そうですかね。で、次の人、結局は洗脳が全て。某国政府としては日本をなんとか屈服させたいが、どうしてもそれはできない。なのでできることといえば被害者ぶって反日教育続けることでしかない。日本の場合は将来の世代のためにも関係改善しておきたいが、どうしても某国の老害たちにそれを阻まれてしまっている。まあ、我々がこんな議論している一方で、両国の若者たちは相手国のドラマや映画や音楽に夢中になってるんだけどね。で、次の人、一口に約1000人ずつと言われても年齢層もわからないしな、それに1000人はちょっと少なすぎじゃないの？で次の人、昨夜某国の空港から、日本の関空に戻ってきたとこ満員だった。このアンケート、あの便の乗客に対してやれば全然結果が違っていたかもよ。たまに通過ルートだけどいつも満員で。次の人、頼みの綱は両国の若い世代だな。年老いた世代は愚かだった。やっぱ仲良くしていかないとで気づいてほしい。なるほどね。うん、まあそうですね、早急に日本にいるね、要はあの半島に由来する人たち、ね、帰っていただきて、ね、国交を遮断する、それを手を打つ必要がありますよね。そういう意味では、そうですね、何か手を打たないといけない、うん。で、しかもそれはとても簡単、シンプルなことだっていうのは理解できますけど、内容がそれぞれ言ってることが違いますかね。うん、まあ、あの人たちがね、あの人たちが常についてる嘘、ね、これをね、要は利用し続ける限りは関係変わらないんで、うん。まあ、答えはもう出てるんですよ、とっくの昔に。で、しかもお互いに出しているはずなんで、ね、国交断絶、断交こそがね、最上級というか、最良にして唯一の方法なのにね、何をグダグダ言ってるのか。だって無理でしょう、ね、まず常識、ね、常識が違いすぎるんで。だってあちらではさ、ね、育ったらとかじゃなくて、ね、なんていうのかな、それ以外の2世3世もしっかり、ね、独自の価値観を持って育ってるんですよね、うん。だからもうね、価値観の共有とか分かり合うっていうことがもう無理なんですよ、土台ね、うん。
まあおそらくね、日本でもない某国でもない、海外の方々、まあ欧米でもアフリカでも中東でも何でもいいんですけど、まあこのなんか関係というか、これまでの積み重ねっていうのは、まあ理解しろって言っても無理でしょう。理解できないと思いますんで、うん。まあだからこのね、例えば併合時代のね、要はその高齢者、そういった世代の方が反日の度合いって高いじゃないですか。だから世代がね入れ替わって関係が良くなる、そんなことをね言ってる人いますけど、可能性はゼロですね。無理です、うん、世代間とかそういうの関係ないんで、うん、まあ、彼らが言うような融和とか和解とかがもし本当に可能であればね、うん、このインターネット、ね、ネット環境が普及したこの今の世の中で、そのネットの中だけでもね、そういうこうね現象って起きてるはずですけど、どうですか？ないですよね、うん、いかにあちらのか、要は向こう側の認識とね、あとはこの蔑視、日本に対する異常なのかってことですよ。まあこの統治時代をね知る高齢の方々ももうほぼほぼいなくなって、うん、まあそういう人たちがたまに出てくるとね、うん、なんかもうね命を奪われる、そういう国なんで、もはやねもう断交以外不可能ですよ、うん、そんな国とはね分かり合えるわけがないんで。だって真実を知っていた老人がね捏造教育で狂った若い世代にね、あの手にかけられ命を奪われるんだから、今後分かり合うことはありませんし、その必要もありませんよ。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。